はい、こんにちは。日本改革党福沢です。ひろふみ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。NHK ネット聴取反対デモ、6月11日13時30分、渋谷区代々木 5-68-1、春の小川コミュニティパーク、ご集合ください。6月26日、メール党員様限定懇親会、ご応募ください。7月1日、17時より、池袋駅東口、ごく近くにて、政策報告会。会場あります。箱を押さえました。デモが終わってから、正式に告知始めっかな、みたいな。8月15日、メール党員様限定、靖国神社正殿参拝&懇親会。こちらの方も、よろしくお願いします。10月から、親元を離れている年収130万円以下の学生は NHK 受信料が免除に、NHK の経営委員会議事録を見ますと NHK はですね、年収130万円以下ってほぼ全部の学生が該当するよなぁと考えて、いるようで、まあそういう調査でもしたんでしょうか。配当収入とか特許収入とかがなければ、まあ学生で年収130万以上はバイト頑張ってもなかなかいかないのかな。なるほど、そうかも。学生さんは受信料免除っすよに騙されて安易に契約しないでください。これは NHK の罠です。楽しかった学生時代はあっという間に過ぎ去り、卒業した途端に徴収が開始されます。 NHK 営業サービス株は毎月毎月全国すべての役所、1700ぐらいあるのかな、に出向いて契約者の転出届、転入届を見てます。見せろっつって見てます。役所に、移動があった場合契約上の住所も勝手に変更しちゃってね、こういう手続きを経て住所変更しておきましたっていうですね、請求書なんかが届きます。私はこれをですね、引っ越しストーカーと名付けておるんですけれども、転出転入届をせず住所不定になったり、しない限りはですね、一生 NHK に付きまとわれます。追跡されます。もし契約しちゃった方はですね、学生のうちに、滞納ゼロのうちに、これ滞納あるとなかなか解約させてくんないんですよね、さすがの NHK と。言えますけれども、金の亡者のテレビを捨てて解約するのがおすすめであります。滞納ゼロのうちに、学生のうちに、社会人になって徴収が始まらないうちにテレビを捨てて解約がおすすめ。維新立憲が合同でネット投票法案を提出、議員立法だって。目的は投票率の向上、2025年参院選から実施したい。再来年ですか。スマホ含むネット端末から選挙期間中いつでも投票可能にしたい。告知公示されたら投票日の夜8時までいつでも24時間、投票可能にしたいだそうであります。一般判断です。投票率は上がるだろうな。マイナカードで散々なのにネット投票のシステムは信用すんの。マイナンバーカードで記名投票にすればなんとか。芸能人やスポーツ選手など知名度高いだけのバカ議員大量誕生の予感。まあ今まで選挙行ってなかった、政治に関心が薄い、よく知らないっていうですね、素人さんも手軽でスマホで投票できるようになったらば、まあ知名度高い人気者っていうの、能力低くても、そういうのが大量に誕生するのかな。けれどもそれもまあ民主主義っつうの、この人民にしてこの政府ありっていう言葉ありますんで、まあ日本人のそれが程度の繁栄って言えるんじゃないでしょうか。ですんでこれはですね、私はそんなに反感持たないんですけれども、投票率上がると立憲は困るんじゃないのか。問題は制度よりシステム作りだろうな。公明党終了のお知らせ。これは組織票しかないからだしょうね。公明党終了。投票率上がったら公明党だな、不倫だもんね。昔はともかく自民党にとって悪い話ではない。これ若い層、すなわち投票率が低い若い層の支持率、イメージがいいからね、自民党は。維新は有利になるが、立憲は勘違いしてる。勘違いしてますよ。投票率上がったら立憲は困るよ。組織票しかないんだから、連合のインチキし放題では。今だってインチキし放題じゃん。
記名投票にして自分が誰に投票したか後で確認できるシステムにすれば、日本政府とインターネットが絡むとろくなことにならないと。まあマイナンバーカードのあれも、その昔大失敗しました重機ネットっていうの、皆さん覚えてますでしょうか。大失敗しましたよね。マイナンバーカードの詐欺がけみたいな、システムなんですけど、あんな大失敗めったにないんじゃないかっつうぐらいメタメタに失敗しましてね、一部に郵便投票を取り入れた2019年のアメリカ大統領選挙の混乱はすごかったですよね。脆弱性が攻撃者に悪用される前に修正する目的のために開催されているのがハッカー大会。これが一応世界最大って言われてるのかな。なんて読むかわかんないですけど、ポーンツオウンとか読むのかな。ね、2019年のお題はマイクロソフトエッジ、テスラモデル3、アマゾンエコー、フェイスブックなど、これブラウザーでしょうかね、どれも。参加者はこれらを打ち破るために力を尽くす。開発者さえ知らなかった弱点見つけると各社から賞金が出る。5万ドルぐらい、600万円とか一つ見つけると、ぐらいだって。2019年バンクーバー大会の結果、サファリ整数オーバーフローとヒープオーバーフローを用いてサンドボックス機能を回避し、プルートフォースなどを実行し乗っ取りに成功。何書いてるか全然わかんねえ単語自体がわからない。ファイアフォックス JIT バグをついて乗っ取りに成功。許可されていない領域のメモリに書き込みを行うことも達成。マイクロソフトエッジ、VMware 上で作動するマイクロソフトエッジを経由して Windows ホストの破壊に成功。テスラ JIT バグをついて乗っ取りに成功。さらにウェブブラウザに自分たちのメッセージを表示させることも成功。2022年の大会の結果、 Windows 11で6つ、 Teams では3つの弱点をつき乗っ取り成功。2022年、中国共産党主催のハッカー生徒大会で、Windows、iOS、Chrome すべて陥落、乗っ取り成功。この大会で見つかった弱点は公表されていない。中国共産党を独占しちゃったんですかね。システム開発者も予想できなかった、知らなかった弱点があるっていうのが常識みたいなんですよね。どうやらコンピューターの世界は。ハッキングの危険をですね、絶対に排除できない限り、ネット投票は残念ながらまだまだ無理なんじゃないかな。ネット投票であるとか、である以上、スタンドアローンにできないし、どこにも繋がってない、コンピューターにできないし、ネット投票なんだから、無理なんじゃ。そして、この世に絶対は存在しないと。このぐらいの、レベルでガードできてたら、まあ許容できっかなぐらいのことは、できると思うんですけど、インチキ大成功で、たった一度でもですね、共産党が政権与党になっちゃったら、選挙自体なくなりますよ。それ以降の選挙、なくなりますからね。勝てさえすれば、これが最後の選挙だって、全力でインチキするだろうしね。若い層に支持者が多いが、若い層は選挙に行かないっていう維新は、投票率上げたいだろうな。高齢者に人気で組織票頼りの立憲がこれに賛成ってことは、初めからインチキする気満々なのかなーって、そういえばですね、立憲支持を公言している団体にですね、通信労連っていうのがあるんですけれども、連合参加の通信労連、5つ立憲支持を公言している労働組合は、5つ自治労、日教組、通信労連、放送労連、郵便労連、です。NTT ドコモ、KDDI など労働者がですね、立憲支持を公言してて、光ファイバーとか、光ファイバーを持って NTT が握ってんじゃなかったでしたっけ。選挙と通信を所管する総務省は、小西文書や NHK 帰属化やテレビの偏向報道、嘘報道を野放しにするなど、全くろくでもない組織であることは、広く知れ渡った事実ですが、結論なんですけど、私はね、残念ながらまだ早いって思います。というわけで、毎年ハッカー大会やってて、毎年弱点が見つかるって、そういうもんなんだと割り切るしかないですね。まあ不正の可能性が許容レベルになったら、まあ賛成ですけどね。マイナンバー記入で投票し、後から書き換えられてないか、
本人が確認できるようにするであるとかね、あれ自民党議員に投票したはずなのに共産党議員に投票したことに書き換えられてるって、個人個人があの全員で見張ってればなかなか不正できない、とは思うんですけどね、ただあの本人確認で見せられてる画面がですね本物なのかこれっていう疑問は残りますね、フェイクの画面見せられてねえか確認の、けどねあの記名投票っていうのは、憲法15条投票の秘密を保障を変えないとダメそうな、これ投票の自由、あ違う投票の秘密を保障っていうのは、無記名投票じゃないと後でひどい目合わされたり、する恐れがあって選挙結果が左右されちゃうから、誰が誰に投票したか分かっちゃっちゃダメなんじゃねっていうですね、例えばまあ、あの共産党が与党になってて共産党以外に投票したやつをなんやかんやあの理由つけて逮捕するであるとかね、組織票頼みっつうか組織票しかない立憲公明共産は投票率上昇で息も絶え絶えなんじゃないですかねこれ、そうなったらあの世の中変わりますね、あの大幅に公明と立憲と共産が息も絶え絶えになったら、安倍総理が目指した戦後レジームの脱却が実現するかもしれないなぁ、立憲連邦反対すると対案を出せ提案すると財源を示せという少子化対策は財源未定でいいのでは立憲河内康氏、対案を出せと言われるために反対することが対案なんですといつも思う、両者ともにですね対案を出せって言われるのを非常に嫌がってる、ご様子であるな、けどあの対案政策考えるのが議員の仕事なんじゃねえのかな議員の仕事を放棄してんじゃねえのかなこれな、思うんですけど、まあまあ、あのそんなこともわからないんでしょうね。反対が対案、相変わらずですねパヨ語は難しいですね、理解困難、一般反応です。オスプレイ喧嘩おじさんじゃん、河内博士ってオスプレイのは鉄の塊で鉄の原価はあの15万円ぐらいみたいなことをわけのわかんないこと言ってたバカなおじさんみたいであります、ちょっと何言ってるかわかんない、すげえドヤ顔で言ってそう、こんなんだから支持率が維新以下になった、政府に反対することをイデオロギーにしているそうしか見てないようだ、だから自利品なんだよ、いいぞその調子で衰退してくれ、それで給料もらえるなんて羨ましい、反対以外ノープランの立憲議員俺にもできそう、現状維持がベストなら政治家なんていらなくね、対案出すなどという行為自体が資本主義の延命につながるから、資本主義の一切の改良を否定してこそ真の共産主義者、なるほど対案出してですね日本が良くなっちゃっちゃ面白くないんだね、立憲なんかはね、外観誘致主義者で外国政府のために働いていくからね、入管法とかの LGBT 法案でもですね、まあ外国人と性的少数者のためにしか働いてねえですよこの人らね、支持者がそれを望むんだから仕方ないっすね、立憲はね、対案出すな反対しろみたいな、それ望む、立憲は対案を出さないではなくて出せない、出すためにはあの党内で話し合いしないといけないんですけど、意見の調整よしこれでいこうって決めないといけないんですけど、どいつもこいつもねあの自分勝手なバカでそれできないんですよ、おまけにですねあのバカほど自己評価が高いっつうダニングクルーガー効果ですね、バカほど自信満々でドヤ顔をかますのは小西博之を見れば一目瞭然であります、日頃は話し合いでって言ってる連中が同じ党内でも話し合いできないと、立憲の重鎮2名が相次いで対案出せって言うなっていうことは対案出せ財源示せって攻撃が効いてるっていうことですね、今後はあの立憲議員が何か言いかけたら対案出せって言えばいいですね、お前が言うなもう万能ですけどね、共産党一筋48年、恵比寿って読むのかな、昼子じゃねえわな、昼子って読む場合もあんのかな、恵比寿智彦南淡路市議会議員 C 和夫委員長の長期トップ在任に異議を持っていると投稿除名小池晃除名された元党員などの主張に同調しそうした主張をネットに投稿した罪で除名と、一般反応です、はい粛清
ハイサイおじさんっていう歌ありましたっけ、ハイシクセ、話し合いで解決しないのか、話し合いで解決、かっこ除籍、トップに意見すると粛清、さすが話し合いの党、こんなんでどうやって外国と話し合いするんだ。シーカゾの独裁は綺麗な独裁、いいぞそのまま衰退しろ、絶対に権力を持たせてはいけない連中、これで安倍は独裁者とかほざいてたんだぜ。さらに恵比寿議員、党内での異論は自由に発言できる、しかし異論を世論に変えるためメール、LINE は禁止されています。党が恐れるのは一人の異論が党内の世論になることです。委員長と違う考えが多数になることを恐れているのです。まさしく独裁者だな。言うのはいい、言うのはいいが発信するのはダメダメよ、ふーって。なるほどなるほどな。安倍政権独裁園って言ってませんでしたっけ。こんなんだから賢い若者は全然取り込めないんですね。バカな若者は令和行っちゃうしね。1918年初版、レーニン著、国家と革命、平等な分配のためには富の集約が不可欠で、それゆえ共産革命に暴力装置は必須である。わかりやすく言いますと、お前の財産全部よこせ、家族も労働力として提供しろ、平等な分配のために逆らうな。当然逆らう。なので暴力装置の出番と。鎮圧するためにね。共産党は分配の前に必須の富の集約イコール共産党による全資産の収奪を決して言わないっしょ。言わないっしょ。明日からね、急にね、平等な分配が開始できるからのような嘘ついて信者騙してるっしょ。ああ、共産党やんですね。例に読まない、エセ共産主義者、もどき、なんですよね。単なるバカと思いますけども。嘘に満ちたですね、不破哲造、かっこ偽名。これペンネームだから。本名はまだ違いますからね。93歳の書いた本ばっか読んでさ、それね、日本共産党に都合のいいような嘘ばっか書いてあるんですよ。全くね、共産党にバカでしょうがねえな。自衛隊を暴力装置と表現した民主党の戦国義人、個人、72歳で亡くなったのか、今の基準で言うとちょっと早いような気もするけど、なんかのバジでも当たったのかな。分かってて嘘ついてさ、あ、確信犯ですわね。邪悪だわ。まあ、レーニンの国家と革命も呼んでたんでしょう、多分、戦国は。分かってて、嘘ついてて、騙す気満々だったんでしょう。まあ、個人のことを悪く言うのは、気が引けなくもないこともないのかなっては思いますけど、邪悪ですよね。というわけで、6月11日、NHK ネット聴取反対デモ、ご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。